天才ファミリーカントニー、星さん。のだめカンタービレの作者が前に書いた勢いのあるコメディ漫画。この作者は何を書かせてもセンスがあるので面白い。主人公はクッソ天才の高校生のオスで、バリバリキャリアウーマンの母親との母子家庭。主人公はクッソ天才なので母親の仕事を手伝って母親を部長にまで押し上げるくらいのフィクサー。そこに不老者のおっさん52歳と出会って3ヶ月でスピード結婚して、そのおっさんとおっさんの連れ子の天才的なたらしで紐の才能がマックスの弟ができて、ドタバタするという漫画。恋愛要素とかはほとんどなくベースはコメディ調。クソ天才の主人公だが周りがトリックスターばかりなのでそいつらのケツを拭いて回るというのが主だったシナリオ。義理の弟が認知バイアスゼロの無敵の人な感性をしておりある意味天才。母親も部長からバリキャリでガンガン出世していくので天才。主婦になった不老者のおっさんも小説家で知る人ぞ知る天才みたいな天才ファミリーの漫画。